2019年2月10日、深夜1時23分ということで、今日はボーカルの、イコライジング、それから、タイムシフト、ピッチシフト等々の、作業をしてました。ヒロミさんのボーカルに対して当てたイコライザーはこういう感じですね。今回は無指向性のマイクで撮ったのですが、それが思いのほかナチュラルに音を取ることができましたので、高音の伸ばしの EQ はあまり必要ありませんでした。がしかし、ここ、250-315Hz あたりを持ち上げたのは、逆にパワー感を増すためですね。ひょっとすると元の音の方がクリアだったかもしれないですが、ここを上げることでパワーが出たと思います。ちょっと聞いてみましょう。目と目会った日から、外します。深くEQ を入れてからの方がやはりパワフルで、落ち着きのある強い力強い、ボーカルになったんじゃないかと思います。